にちは、小林博史です。今日はヘディングのトレーニングをします。ヘディングはサッカーにおいて大変重要なテクニックの一つです。子どもたちはサッカーを始めるのは幼稚園生、小学校低学年の頃でしょう。その頃は4対4や5対5というのがゲームの主流で、ヘディングを使うということはあまりないと思います。ただ高学年になってくると8対8のゲームが主流になってくるので、キーパーが持って蹴ったボールやシュート性のボールがゴールに飛んできた時に、どうしてもヘディングを使わなければいけない。一方で強いボールを何回も何回もトレーニングしていると脳に障害があるとも言われています。子どもたちのヘディングを禁止している国もあったり、日本サッカー協会でもヘディングのトレーニングをする時間を制限したり、ボールをサッカーボールではなく軽いボール、風船のようなね、軽いボールを使ってトレーニングするような指針も出ています。脳にダメージがあるからといって小学校の時代に何もしないわけにはいかない。じゃあ小学校の時に何をすればいいか、正しいフォームを身につけることが大切だと思います。ヘディングの練習をすることによって、どこに落ちるか、そういう落下地点を知る空間認知能力を高めることもできるし、ボールの軌道の正面に入らなければいけない。これはサッカーの基本です。そういうことも学ぶことができる。そういう意味でヘディングというのを恐れずに小学校の年代からトレーニングをしていくべきだと思います。ただし強いボールを何回もトレーニングするということではなく、正しいフォームを身につけること、これを小学校の年代からやっていくことが必要だと思っています。